皆さんこんにちは、ケンです。本日は先日のライブのお礼と、第1回の自転車旅どこに行くかっていうお話をしたいと思います。まずは先日のライブなんですけども、多くの方が遊びに来てくださって、そしてたくさんのコメントをいただきました。我々夫婦ああいったライブ初めてだったんですけど、とても楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。ライブが終わった後に改めて、チャットを見返させてもらって、いろんなコメントを全部読まさせていただきました。ありがとうございます。はい、それで第1回の自転車旅どこに行くかなんですけど、栃木県に行きます。栃木県に何しに行くかって言いますと、第1の目的としてはジャパンカップの観戦をしに行こうと思ってます。第2の目的は世界で戦っているプロチームEF エディケーションファーストの選手と交流してこようと思ってます。で、第3の目的は、栃木県とか茨城県とか群馬県とか、そこら辺の地域の、観光名所ライド、もしくは有名なサイクリングロードのライドの撮影をしてこうと思ってます。現時点では具体的にどこ走ろうかっていうのはちょっとまだ今から考えることですので、もし栃木県もしくは栃木県の周りでおすすめの場所があれば教えてください。拠点は栃木県の宇都宮市になります。てな感じで、4日間ぐらい栃木県の方に滞在する予定です。はい、でライブの時にお知らせしたんですけど、現地でライブ配信をしようと思ってます。でライブ配信の日時なんですけど、10月20日の日曜日夜9時から10時の間で始めようと思ってます。なのでジャパンカップが終わった後ですね、ライブをしようと思ってます。そこではどんなことを体験してきたか、どんなことを撮影してきたか、そして翌日翌々日はどういった撮影をしていくかっていうのを配信しようかなと思ってます。また10月20日まででも構いませんので、ぜひ栃木県から日帰りとかで行ける、サイクリングロードだったり観光地だったり、そしておすすめの飲食店とか教えてもらえると嬉しいです。翌日翌々日に、時間があればそこに行こうかなと思います。今話したように目的の2番として EF エディケーションファーストの選手と会う予定です。ですので、今回は、当然こういった EF エディケーションファーストのラファのジャージを着てジャパンカップは観戦しますし、もしくはこのキャノンデールのユニフォームを着て現地で楽しもうと思ってます。そしてロードバイクも、私のメインバイクであるスーパーシックスエボハイモッド、こちらを持っていこうと思います。でこちらのバイクを持っていくことが条件ですので、今回はトレックはお留守番させます。でこちらのスーパーシックスエボ、ちょっと、実はゆかりがあって愛車紹介でも言ってるんですけども、2016年度のジャパンカップでキャノンデールを乗っているチームが優勝しました。それの記念モデルとして作られたのがこのフレームになります。こうやって、実際に EF エディケーションファーストの選手と会えることは何かのご縁なんかなとも思ってます。もちろん本日時点で、もしかしたらもしかすると、もう中止になる可能性もありますので、そこは何とも言えないんですけども、たとえ EF の選手に会えなくても、ジャパンカップを見学したりとか、あとジャパンカップの説明会とかも出ますので、そこでレースの勉強をしたりとか、いろいろちょっと勉強になる旅になりそうだなと思ってます。最後にこの、自転車旅シリーズはこれで終わりじゃなくて、これは終わらないシリーズになりますので、次回はですね、例えばライブの時に、気になるコメントがあって九州どうですかって言った際に、実際に九州調べてみたりね、大阪から鹿児島とか大分まで行けるんですよ。だから大阪から鹿児島まで船で行って、そこから大分まで九州を回って、
大分から大阪に帰る、そっから和歌山に行くとか、まあいろいろと視聴者様のコメントのおかげで、私の調べる幅が広がりまして、なんで、まあ、第2回第3回は、まあ、どこかどこになるかわからないんですけど、おかげさまで助かりました。ということで明日から行くんですけども、まあ、この動画を見てる時に私おそらく自転車旅の準備編の動画を、編集してると思いますので、まあ、そちらのシリーズを見てくださると嬉しいです。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。